新潟を盛り上げるビジネスイベント日々これ新たが11月8日新潟市中央区にある万代島多目的広場大釜で開幕しました。日々これ新たは2014年から開催してきた商談型産業見本市新潟ビズエキスポに代わるイベントとして新たに開催されたものです。開催2日間でトークセッション講演会に45人が登壇し、60社以上が展示ブースで出展。最新テクノロジーの情報提供やビジネスパーソン同士の交流を図ることができるイベントとなっています。展示ブースでは最新の DX や XR などが展示され、興味深く説明を聞く来場者の様子が見られました。またドローンを使った点検作業のデモンストレーションではドローンからの映像のライブ配信を行いました。初日のトークセッションでは地域課題解決地域活性化に向けての競争事例と題し、新潟で活躍する起業家など5人が登壇。新潟県イノベーション拠点施設ニーノについてや地域の課題解決に向けた事業についてなどが話され、多数の来場者が耳を傾けていました。17時30分からはビジネス交流会が実施され、ステージでは新潟大学と海事専門職大学の教員と学生らが登壇し、大学での取り組みや学生たちによるビジネスプラン発表が行われました。新潟大学からは経済学部総合経済学科の准教授、経済科学部3年の学生、日本酒マーケティングチームニューフェイスのメンバー4人が登壇しました。経済科学部の学生からはママさん特化の人材紹介のビジネスプラン、ニューフェイスは産業廃棄物として廃棄される酒粕を有効活用した酒粕スムージー商品化のビジネスプランをそれぞれ発表しました。海事専門職大学の登壇では特徴や取り組みの発表などが行われていました。今までのビズエキスポとはまた違った明るい雰囲気がありました。学生さんが参加してビジネスプランを発表する場もあり、新というイベントのテーマに合っていました。さまざまな分野で活躍するビジネスパーソンが登壇する講演会のほか、展示ブースでの企業情報発信や最新テクノロジーの体験などを提供するビジネスイベント日々これ新たは9日までの2日間の日程で行われます。 2K ニュースでした。